K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、ロータス最後のガソリンモデルじゃないかなと噂されておりますエミーラをご紹介しようと思います。かっこいいよね。ロータスってなんかもう本当にペシャーっとね、低い車ですけれども、まあね、あのエリーゼとかエボーラとかいろんなのありましたけれども、今回はエミーラでございますよ。絵からみんな始まるのね。はい。でね、やっぱりいや惚れ惚れするなっていう感じですけれども、今日ちょっとねこれを見ていきたいと思います。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が4413、全幅が1895、全高が1226ということで、低い。なんか久々に天井が全部見える車に出会いましたっていう感じで低いですけど、幅が結構あんですね。なんかね、エミーラっていうか、まあ、あのロータスの車って低いから割とコンパクトに見えてたんですけど、結構1900に近いんちゃうね。でやっぱこうやって見るとなんかね、ちょっとエヴァンゲリオンみたいな、はい、そんな感じのですね、あの生き物かな、まあ、昆虫っぽいなっていつも私思うんですけど、いい意味でね。はい、なんかこう愛着が湧く、かわいい、かっこいいみたいな感じがね、ロータスにはいつもありますよね。でこれセネカブルーという色なんですけど、非常に鮮やかな青で美しいですよね。でこのねロータスのこれがねまたね可愛いんだよね。なんかロータスのエンブレムってなんか惚れ惚れします。でタイヤも結構大きいですよ。2453520インチです。このサイズで20かよっていうぐらい大きいですけどね。黄色いこのキャリパーが効いてますよね。このホイールはダイヤモンドカットっていうね、ホイールになってますね。はい、なんかこういかにも冷えるぞっていう感じがしますけど、でこの辺りもすごくね抑揚感たっぷりのデザインですね。でエンジンがね、ここに乗っておりますので、この辺りにね、空気取り入れるところもありますが、これねここに書いてあるようにエミーラのファーストエディションになります。で今回のエミーラって6気筒のエンジンを積んだマニュアルトランスミッションのモデルと、4気筒のエンジンを積んだ8速 DCT のモデルとね2つあるんですよ。で今日来てるのはこれマニュアルになりますので、6気筒エンジンのタイプになりますね。なかなかパワフルでございますよ。あたりもすごいな。本当になんかね、海の生き物にも見えてきた。で、あ、こっからエンジン見えるぞ。見えるぞ、見えるぞ。これね、後ろ開かないかなと思ったら開くんですよ。結構入るのね、このトランク。見てください。こんなにスペースありますよ。で、ここにエンジンがあります。こちらはですね、V6 の 3.5 リッターですね。パワースペック的には405馬力。マニュアルは420ニュートンメーター。これね、AT もあるんですね、こちらの。それが430ニュートンメーターになります。V6 も両方あるみたい。では、ちょっと運転席乗ってみましょう。これはこうやるんだな。こういう感じね。だから走ってる時はもうペロッとしてるんですけど。こんな感じでドアは比較的大きく開くが低い。このサイドシールの厚さ見てください。これ私の手のひらぐらいあるよ。すごいな。というわけで低いんですよね。こういう感じでドスンってなるのでスカートだと大変です。今日はパンツだからいいけどね。はい。でこれ電動です。電動でね、でこれマニュアルモデルだからでね、結構こうペダルが真ん中に寄ってるのね。このほら分かります？ここがアクセルだから普通はこの辺じゃん。結構寄ってんの。だから足大きい人はね大変かもね。私なんか足ちっちゃいからいいけどさ。でこれはここ手動だ。よいしょ。チルトとテレスコがあると。でもこんな感じだから奥でいいな。ね、これ以上寝かしたら見えないからね。はい。でね、この状況でも実は目の前はメーターがねちょっとかぶっちゃうんだよね。だけどあのエミーラこのフェンダーのとこ盛り上がってるじゃないですか。だからあそこで車両感覚がつかめるから基本的にわかるの。だからここだけ見えないの。あと結構ね見えてます。うん。でルンバー後ろすごいよ。もうねエンジン見て運転してる感じ。一応の隔壁のガラスはあるんですけどスケスケだからもうすごいエンジンを見ながら運転するみたいな不思議な感覚ですね。はい。だからポジション的にはこんな感じですけど、これ後ろは何かっていうとね、結構後ろスペースあるの。荷物入んの。実はね、あの数値的に言うとトランクよりもここの方が荷物入る。
だからもう全然詰めないかと思ったら意外と入ります。意外と使い勝手良さそうよ。では運転席周りといいますか、ツーシーターなのでね、インテリアも合わせてになるけど見ていきたいと思います。これはですね、ブラックアルカンターラ×、イエローコントラストステッチモデルになります。あのね、7色あるんですインテリア。アルカンターラのタイプが3つあります、ステッチの色違いで。レザーのタイプはね4つあるのね。で全部で7つから選べるって、やっぱこういう趣味性の高い車はインテリアもねお気に入りのカラーリングにしたいから、もういろいろ選べるのすごくいいと思います。でこれはまあこの辺もだから、まあアルカンターラとイエローステッチみたいな感じなんですけど、まあ全体的に非常にコンパクトなんですが、このインテリアでよあら一番というか、ここもミラーも一応あ、ここライト出るじゃん、すごい。あの平面的ですけど、ここライトあって今ちょっと感動しちゃった。はい、ここもあ、こっちか、こっちか、あ、これだったスイッチでねライトが光りますね。はい、でね、まあこんなのもそうなんですけど、一番ね皆さん気になってるのここじゃないですかね。ここ、これね、実はマニュアルがスケスケで見えるという。ちょっと動かしてみようか、ちょっと待ってね、今インテリアやるんで後ろに下げちゃったら足が届かない。よし、行きますよ。見える、見えるかな、見えてる、6速マニュアルの動き、3、4、5、6、ちょっとバックも入れてみる、こんな感じ、これでバックね。なんかいいでしょ、メカメカしくて自分じゃ運転中見えないんだけどね。でここに USB の A があります。でちょっとここ荷物が置けますね。なんかあの狭いながらなるべく荷物置くところいっぱい作ってくれてるのが嬉しいですね。ここも入るし、でまあエアコンはこんな感じでダイヤルでしょ。で吹き出し口のこれ全部にねエミーラって書いてある、なんかいいよね。でここにカップホルダーが2つで、ここに意外と入るぞの、コンソールボックスで、ここには USB の C と A が用意されています。エンジンのスタートストップスイッチはここになりますね。こんな感じでかけます。でかけたらね、見せたいのが、これなんですよ。ここドライブモード、今ツアースポーツトラックってあるんですけど、ここで ESP オフっていうのもできます。と急にねこのラップタイマー画面になるんだけど、スポーツツアーにして、今これツアーの ESP オフなんですけど、これオンにすると安定性が増すと。何がねパワートレインエキゾースト安定性と何がねどうなるっていうのが出てくるのはいいですね。でこれがメニュー画面です。でメディア電話とか空気圧とかね、これでも正常ですなんて見えたりとか、だからすごいシンプルなんですけど意外と必要なものはついてるぞと。伸びはいいですね。これねボディがまあオールアルミンゴのコックなんで軽いんですけど、でさらに足はですね、まあ、前後ともダブルウィッシュボーンでビルシュタインのダンパーが入っておりまして、タイヤもですねあのいいグレーフォンみたいな、あのすごいスポーツタイヤが入ってるもんですから、もうバリバリスポーツなんですよ。でもちょっと今雨が降っているので、一番ねツアーというですねあのマイルドな、はい、ESP も入れたまま乗っておりますけどね。でもこれでもね、なんだろう、なんかちょうどねいい感じよ、すごいグランドツーリングな感じ。格好はねすごいあのスーパースポーツカーですけど、なんかこう高速道路のつなぎ目とかもガツガツして乗りづらいとかいう感じではなくて、とてもあのいなしが上手、いい感じ。まあね全長というか、まあ、ホイールベースがそんな長くないので、あんまりねこうガタガタのところを安定してっていうのは得意ではないはずなんですが、でもこれぐらいで走れれば全然いいな。でクラッチはね結構重いです正直、だから足が鍛えられそうでいいかもしれないですけど、そんなにトルクってわけじゃないんだな。やっぱなんか上、まあ、6500ぐらいがZゾーンなんですけど、今6速で70キロぐらいに入れてみたらちょっとトルク足んないなぐらいの感じだったんで、割とこうグーッと引っ張っていった方が面白いパワートレインですねこれは。
でもまあこれだけね雨で条件悪くてもセンターがちょろちょろするっていうのはあんまりないですし、本当にあのグランドツアラー性能としては非常に良いかなと思います。じゃあちょっとスポーツにしてみるか。はい、スポーツにしてみました。あ、メーターの中もちょっとね赤い線になりましたが、なんか音がちょっと変わりましたね。あーでもこれぐらいの方がいいな。なんかこれぐらいの方がねロータス乗ってるぞっていう感じがする。いいですね、踏む時のこの音がね。今シフトダウンするんでちょっとヒールアンドトーで煽ったんですけど、とてもいい音がします。やっぱねスポーツカーはこのサウンド型非常に大事だと思っていて、このねサウンドでやっぱり酔いしれるっていうのかな。だからこうトンネルの中でね車の音聞く人がいるのもよくわかる。でこの、 シフトレバーは比較的あの高めの位置にあるので、私でもですね体が傾いて操りにくいってことはなくて、普通にこうスッとね手が届く位置にあるので操りやすくていいですよこれ。あの中には下の方にあるとね体がいちいち肩がこう下がっちゃったりするんですけど、それがないのですごくねなんかあの私の体格にはマッチしてるんじゃないかなと。これロータスって女性ユーザーがねどれぐらいいるのかわかんない。どっちかといえばなんか男の子が大好きみたいな感じがしてたんですが、なんかいいですね。すごいなんかあの体にフィット。エリーゼね昔乗った時に、まあ、こんなレーシングカー久々乗ったよみたいな車だなと思ったんですよ。でもなんかこうちっちゃかったからね体にフィットしていいなと思ったんですけど、ミイラ大きいけどこれはこれであり。あーなかなかに楽しいぞ。なんかマニュアル車乗るのも久々なんですよ最近ね。2ペダルの車ばっかりじゃないですか。だからマニュアルのね運転がどんどん下手になっちゃって困ってるんですけど、とはいえね乗る車がないんでなかなかね。でもいいな、なんかあのちょうどフェンダーの張り出しで感覚もつかみやすいし、お尻ギュッと張ってますけど、まああのミラーも結構見やすくて、で長さが短いからやっぱ感覚がつかみやすいと思うんですよね。ね、いい。いや、とても乗りやすいですね。ちょっとこの後のランプウェイでね、ちょっとハンドリング見ちゃおうかなと思います。ハンドルはね、すごいこう、なんか重すぎず軽すぎずのフィーリングで、なんかすごい滑らかですね、動き、やっぱり。なんかすごい自然。やっぱねあのスポーツカーってこの自然なハンドリングすごい大事だと思うんですけど、すごいあのナチュラルで滑らかで分かりやすい。限界超えると動きはすごく速そうですが、普通に乗っている分だったら本当にあのよくグイグイ曲がるけど、これ曲がるな、やっぱりすごい曲がるな。これのワインディングロードでくねくねしたとこ行ったら結構楽しそうですが、いざ超えるとかなりピーキーな動きをしそうですね。でもまあ今ね電子デバイスもついてますし、まあ、そういった走り方しなければとてもねあの格好だけで選んでも非常に満足のいく、そんな一台じゃないかなと思います。荷物もね積めるし、いいんじゃないこれ。すごいなんか想像以上に良かった。だから普段乗りの人もあとそういうスポーツカー好きの人もどっちも楽しめる。なんかこれちょっと値段的に手が届きませんが、なんかちょっと1台欲しいなって思わせる。なんかロータスの世界にちょっと浸ってみたくなりましたねこれね。いいわいいわ。なんかね前はのエリーゼのスパルタンさがいいと思ってたんですけど、だんだんねそういうのも大変じゃないですか普段使い。このエミーラぐらいだとちょうどいいよね。いやー楽しいドライブでした。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よいしょ、また一緒にお出かけしましょうね。またねー。